皆さんこんにちは。今回の動画は上級者向けのリフティングメニューを3つご紹介いたします。サッカー経験が長くなってくるとどうしてもおろそかになりがちな基礎の部分を改めて見直すトレーニングメニューとなります。自分の実力に自信がある方はぜひチャレンジしてみてください。簡単ですが、僕のプロフィールはこちらです。ご覧の経歴で25年以上サッカーをしてきました。では本日の本題に入っていきます。まず1つ目は壁リフティングのダイレクトバージョンです。やり方はシンプルで、壁とペアになりボールを落とさずにリフティングをします。一見簡単そうに見えますが、このトレーニングは動いているボールの中心を捉えるトレーニングの中でも難易度が高いメニューとなります。それと同時に高い集中力も必要となります。その中で特に難しいポイントは2つあります。1つ目は、単にボールの中心を捉えればいいというわけではなくて、壁のどの部分にボールを当てれば次に蹴りやすいボールが返ってくるかを瞬時に判断しなければならない点です。ボールを蹴ってから次にボールを蹴るまでの約1秒の間でボールの回転や軌道をもとに瞬時に判断する必要があります。もう一つは、その狙った場所に正確に蹴り込まなければならない点です。狙った場所に蹴るために、足の向きや角度、そして蹴り出す時の力の強さを毎回調整する必要があります。総じて瞬時の判断と正確なパスという通常のリフティングにはない要素が多く含まれておりますので、難易度が高く、そしてより実践に近い練習となります。理想的なのは、その場からなるべく動かずにできるようになることで、ご覧のように動く範囲が多いというのもミスの一つと考えてください。できる方は両足での交互でチャレンジしたり、利き足ではない方の足でチャレンジしてみてください。地味な基礎練習になりますが、本当に大事なスキルですので、軽視せずに取り組んでみてください。本日2つ目のメニューは壁リフティングの2タッチバージョンです。これは先ほどと似た形ですが、ダイレクトではなくワントラップ入れて行います。ダイレクトバージョンに加えてボールを止める動作が入りますので、ボールを止める際の力の入れ加減とボールを当てる足の場所が重要となります。それらが少しでもずれてしまうと、ご覧のようなミスにつながります。うまくボールを止められないと、その次にいいパスを出すことができないのは、このメニューのみならず実際のサッカーの試合でも同じことが言えます。わかりやすい映像として、2022年2月18日に行われた J1 リーグ第1節 FC 東京対川崎フロンターレの前半8分20秒からご覧ください。 FC 東京永井選手のトラップのシーンですが、足の力の入れ加減を誤り相手ボールへと渡ってしまいます。細かく解説すると、このシーンではボールを止める際に必要以上に力を入れすぎているため、ボールを弾く形となり、結果としてトラップミスとなってしまいました。ディフェンスの選手も背負いながらのプレーですので、難易度は高くなりますが、本質的な部分は同じです。一方で、ご覧のミスは、先ほどの強弱ではなくて、ボールの中心より大きく下に足を当ててしまったために、起こってしまったミスです。このメニューもかなり難しいメニューとなります。ぜひチャレンジしてください。できる方は先ほど同様に両足での交互や利き足でない方の足でチャレンジしてみてください。本日のメニュー最後の3つ目は大きく蹴り上げるリフティングです。ボールを高く蹴り上げ、落ちてきたボールを落とさずにリフティングを続けるメニューです。真上に蹴り上げることももちろん、
高い技術が求められますが、どちらかといえばボールを蹴り上げる方よりも落ちてきたボールをしっかりとコントロールすることを強く意識して行っていただきたいと思います。これもこれまでの2つのメニュー同様に、足にどれぐらいの力を入れるか、そして落ちてくるボールのどこに足を当てるのか、これが重要なポイントとなります。最初は蹴り上げるボールの高さを頭の位置くらいからスタートし、徐々に高くしてみてください。このメニューはボールを大きく蹴り上げるので、広い場所で近くに人がいないことを確認して実施するようにしてください。一つ番外編として、ご覧のリフティングもよくやっていました。インサイドのみでボールを高く上げるリフティングですが、基礎技術の向上に加えて股関節周辺の柔軟性も出るようになりますので、全体練習前のセルフウォーミングアップにももってこいです。いかがでしたでしょうか。本日は上級者向けということで、リフティングを中心とした3つのトレーニングをご紹介いたしました。少し地味なトレーニングにはなりましたが、冒頭に申し上げた通り、基礎技術を見直すためのメニューですので、ぜひチャレンジしてみてください。またただいまオンラインレッスンも絶賛受付中です。例えば実際のプレイ映像を拝見させていただいた上で、おすすめの練習メニューをご提供したり、目指すべきプレイヤーはどんなプレイヤーかをアドバイスさせていただくことも可能です。その他、皆様のお悩みに応じた解決策を幅広くご提案いたしますので、ぜひご覧のメールアドレスまでご連絡ください。そしてチャンネル登録も忘れずに。ではさようなら。